はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。3月4日ギーツとキングオージャーいろんなものが出ました。キングオージャーに関してはロボの方も今日発売ですからね。いろいろ出たけどとりあえず今回はこれからかな。仮面ライダー G に変身、デラックスレーザーレイズライザー。いやー、福くんが変身するなんて感動だよってことでこちらを開けていきましょう。というわけでまずは箱の方、デラックスレーザーレイズライザー。変身ベルトではなくてライザー系、銃型だしエイムズショットライザー的な。正面には福くん演じるジーンが変身した仮面ライダージーン。本体とレイズライザーカードが2枚付き。上の方にも書いてあるけど、このカードを入れ替えることでジーンだったりベロバにも変身できる。ベロバが一応牛っぽい見た目はしてるんだ。ただ限りなくロボットっていうね、サイズもとてつもなくどでかいですから。でさらに箱の横の方はもうこっちは内容物で、逆側にはこれを使って変身する4人のライダー、ジーン、ケケラ、キューン、ベロバ。サポーターの名前の由来の方は感情なんだね。他の2人も全然人型じゃないからね。4人中3人が 3DCG で、箱の裏の方には遊び方、ジーンに変身、必殺技、サポート技で、ベロバに変身したり、まあ別売りの方、ベルトの方に入ってるカードを使えばケケラと急に変身ができる。でさらにこれがギーツの強化フォーム。これが確か再来週ぐらいに出てくるんだよな。ブーストマーク2レイズバックルを組み合わせることで、仮面ライダーギーツレーザーブーストフォームに変身ができる。マーク2だけど名前はブーストっちゃブーストなんだ。デザインだいぶキツネ感増したな。じゃあ箱はこんなところなんで中身を見ていきましょう。レーザーレイズライザー。ダンボールで特に説明書はなさそうかな。じらしダンボールを外すと、はいっとチラッと一瞬だけ見えたね。こちらです。ほいっとはしっかり開けきんなきゃいけない。こういうタイプ珍しいな。埋め込みオープン型のじらしダンボールだ。名前は今俺が勝手に考えた。で中身レイズライザーとカード仕切られていて綺麗に分かれてるね。袋にくるまれていてカードが2。おー、ギーツのライダーズクレスト、こんなんついてたんだ。今までだいたいこっちの方しか見てこなかったから。カードの裏にはそれぞれサポートするライダーのクレストが書いてあるんだね。プラス A のカードが2枚で、でこれが本体。ほいっと、サイズ感もまあなかなかいい感じ。大人が持ってもそんなに小さくは感じないかな。デザインいいな。なんかすごい未来的というか、まあ、その辺の感想を含めてこちら詳しく見ていきましょう。というわけでまずは変身に必要なレイズライザーカード。クリアパーツでできていて、こう周りがスケスケだから形がちょっとわかりにくいかもね。反射させればなんとなく形はわかる。カードの方もかなり未来的。どのくらい未来かわかんないけど、まあベーシックなカードと比べたら全然違うね。ただサイズに関してはほとんど同じ。マジで縦も横も同じだな。正面には青から紫のグラデーション、それこそディケイドじゃないけど上のところにバーコードがあったり、下の方にもバーコードだったり、なんか青い六角形、横んところにはなんか赤いラインも入ってるね。カードの柄自体が多分仮面ライダージーンの顔を表してんのかな。ジーンに見えなくもないけど、これどう見たらいいんだろう。横じゃなくてこう縦かな。おでこの O シグナルっぽいやつがここにもあるんだよな。顔から左右反転したような形になってるのかな。ジーンがそもそも左右で全然デザイン違うからね。鏡になってるのかもしんない。でカードの裏面がさっきも見たけどギーツのライダーズクレスト。正面の模様が透けてるけどギーツのところは意外とわかんないね。でさらにこれがベロバのカード。こっちは赤っぽかったり紫っぽかったり、バーコード部分の模様に関しては全く同じか。で角のところ六角形、あこっちはジーンと位置が違う。4人変身するからそれぞれで位置が違うっていう感じかな。そうなるとはみ出てるけどあと2人ほどいたりするのかな。その辺は分かんないけど、これカードの柄の方は多分ベロバの顔。顔なのかこれは。ベロバっぽさはあるけどどうなんだろう。まあ、これも縦向きかな。縦で左右反転したとか、ちょっととはどこがなんだかわかんねえな。わかんないけどベロバっぽさはある。ちなみにカードの端んところ、多分ここが認識のピン的なやつかな。ジーンとベロバでは違う位置に入ってるから多分ここがピン。ちなみに裏面はもちろんサポートしてる仮面ライダーバッファ。というわけでカードは以上で、お次はいよいよ本体。レーザーレイズライザーを見ていきましょう。見ての通り銃型のアイテム。変身する前ぐらいにジーンが普通にあの銃として使っていましたね。使っていたというかこの銃の状態で出てきた。明らかに何かしらのアイテムっぽいの持ってるってなりましたね。ファーストインプレッションでも言ったけど、なんとも未来的な銃。実際遥か未来の人たちが使ってるらしいからね。真ん中のところがもうスケスケのクリアパーツ。色の方はブラックホワイト、各所にメタリックパープル。メタリックパープルがいい感じのアクセントになってる。紫のここのサークルが途中で途切れてる。この先は今度出てくるブーストのマーク2。グリップはブラックで透明のトリガー。
ホワイトのところが艶消しというか半光沢、質感の違いなんかも美しいね。ここのところはすごいボタンっぽいけど特に押せない。ただここの上のシャキーンってなってるところが稼働します。ここを操作すると技が出せる。で、本体の上部にはボタンがついていて、ここのところはロック解除。ここを押しながら先端引っ張ると外すことができます。そんな外れた先端の方、ここのところもクリアパーツになっていて、ここのところにカードをセットすることができます。スプリングがついていて、押し込むとガッチャンとカードが装填できる。装填したらもう振ったくらいじゃもう全然落ちない。で、まあ一旦元に戻して、先端部分が、ここメタリックじゃなかったわ。とりあえず紫になっていて、ここのところが重厚かな。未来の重厚はこうです。で、ひっくり返すと、裏の方はもうひたすらシンプルにブラック。グリップ周り電源のオンオフがあって、ここのところがデザイアドライバーの装填部分。75番どうだろう、今までで一番数字でっかいか。とりあえず待機音声なしの74番ではないんで、固有の音が入ってるっていうことかな。で、さらに後ろのところにスピーカー、ここの操作部分もちゃんと穴が開いてるね。で、グリップには絶縁シート、ボタン電池でことは足りるんだ。それじゃあもう外観以上だから音声聞いていきましょう。ライザー、それじゃあ電源オン。未来、すげえ未来感出すじゃん。レーザー、レイズライザーと起動してここのところが発光。ライン部分含めて発光するのすごい未来的だわ。で、声の方は多分松岡義次さん。松岡さんといえばやっぱりあれ、ジョジョの奇妙な冒険第1部に登場した少年 A ですね。さすがディオ、俺たちにできないことを平然とやってのける。そこに痺れる、憧れるの人。と、あと鬼滅の刃の伊之助とかね。で、起動して鳥が押すと、もうなんかレーザービーム的な効果音。本体の名前にもレーザーついてるからね。説明書的にもなんか銃撃音じゃなくて攻撃音って書いてあるわ。単体だとシンプルにこれ一つ。それじゃあもう単体は至ってシンプルなんで、こちら仮面ライダー G に変身していきましょう。まずはロック解除で先端を外す。外しても特に交換は流れない。で、外したら、さっき向き間違えてたわ。ここを認識ピンだと思ってたから、こっちを後ろに入れちゃったんだけど、よく見たらカードの側面部分、ここのところが認識なんだ。そうなると、ここは何なんだろう。とにかく向きはちゃんとこうですね。これでカードを装填して、で、先端を元に戻すと、ジーンセットといって、ここのところが青発光。対強制かっこいいね。で、これでトリガーを押すと、最後の方なんだろう、なんか鳴き声っぽいの聞こえたぞ。これで仮面ライダー G に変身できました。発光綺麗だし、松岡さんボイスいいな。BGM も一通り近未来な感じ。音声はセットした時にジーンセットと言って、まあ待機音声。そっからレーザーオン、ジーンローディング、レディーファイトと。デザイアドライバーと同じでレディーファイトっていう音声が流れます。ちなみに変身後にトリガーを押すと、まあ、この辺の音は変わんない。攻撃は変わらないから必殺技。上のレバーを持ち上げると、おぉ、フィニッシュモードって言って、これが待機音声。レバーを上げた時の効果もいいね。で、これでトリガーを押す。これが必殺技音。で、今度はサポート技。サポートはレバーを2回操作。なんか ほんとなんか未来って感じするような、この待機音声。サポートモードといって待機音声でトリガーを押すと、レーザーチャージといって、これがサポート効果音。チャージしただけであくまで攻撃はしていない。本編ではこれでギーツに足場を作っていましたね。確かにサポートしていたわ。で、サポートもできたんで変身解除。これでカード部分を外すと、ちゃんとこっちは着脱の音が流れる。カードを入れてると音が流れる。じゃあお次はベロバに変身。ベロバいろいろと追っかなかったからな。スロットにカードを装填してライザーに戻すと、ベロバセットといって今度は紫色に発光。これでトリガーを押すと、
おお、やっぱり牛の声だ。サポートしてるライダーのモチーフになってる動物の声が流れるみたいな。これで仮面ライダーベロバに変身できました。ベロバの場合は女性のボイスも入ってくる。ベロバセットレーザーオンまでが松岡さんボイスで、そっから後のベロバローディングレディーファイト、ここら辺に女性の声が入っている。それか松岡さんボイスはあの女性っぽく加工しているか、その辺はわかんないけど。ちなみにトリガーを押すと、ああ、音は同じだけど、ちゃんと発光が紫になってますね。変身者に応じて発光も変わる。じゃあ、必殺技。フィニッシュモードからのトリガー。このレーザービクトリーはだいぶやばいからな。で、2回操作で、サポートモード。サポートに関してはまだやっていなかったかな。今後どんなサポートをしてくれるのかは分かんない。せっかくだから暗い中でも発光を見てみよう。あーもう暗いとね、ここのなんだ、あの造形部分に通ってる光がすげー分かりやすくて綺麗。で、ちなみに気になったことなんだけど、カード外してこれ裏返して入れたらどうなる？クレストは映ってるけど認識ピンがどうなるかって話ね。やるだけやってみよう。あ、何にも音は流れません。ちょっと期待したけどね。いや、ちょっとじゃないな。だいぶ期待したけどなかったわ。クレスト部分がまあちょっとずれてるからな。こっち側にピンはあったけど、まあ特に関係ないかな。よ、それじゃあお次はせっかくだからこちらをデザイアドライバーに装填してみよう。先端外して、で、ドライバーにセット。あ、発光はして、音声鳴ったけど、どっちかって言ったら、こっちの ライザーの方から流れましたね。結局のところ、待機音声は鳴らずだな。で、これで、どうしたらいいんだ？トリガー引き合いのかな？違うっぽい。じゃあ、こっちか。違う。あ、いいね。これはこれで、単独で音が流せます。で、どうしたらいいんだ、これは。これ単体じゃダメってこと？じゃあ、ブーストと一緒にやってみるか。あ、ダメだ。この下のところがこう、ガッガッと引っかかって入んねえわ。なるほど、これそもそも形状が全然合ってないんだ。完全にマーク2しか受け付けない形になってますね。一応これで帯を外せばデザイアドライバーが10になる。ってことでこれはもうマーク2待ちですね。ちなみにマグナムシューターの方にも装填はできない。あっはっは、公式ラインもよろしくね。はい、というわけで今回はサポーターたちが使ってる変身アイテム、デラックスレーザーレイズライザーの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。ギミックとしては非常にシンプル。銃型の武器として使えて光る鳴る。ボタン電池だったけど結構綺麗な発光。で、今回のセットでは仮面ライダージーンと仮面ライダーベロバ、カードをセットして2人のライダーに変身。さらに必殺技だったりサポートもできる。音声文言に関しては共通部分があったんだけど、女性ボイスが入ってると言い方にもいろいろバリエーションがあったね。機能としてはシンプルだけどプレイバリューはなかなかあったんじゃないかな。今回は2人だけだったけど、こっちのベルトの方にも他の2人のカードが入ってきますから、計4人に変身ができて、さらに今回これだけだと不完全だけど、今度出てくるブーストマーク2レイズバックルを使うことで技術がパワーアップしますから、これ単体で済ませるんじゃなくてデザイアドライバーと連動するっていうのがいいね。これ自体がグランプリの参加者をサポートするアイテムになるっていう、ドライバーをちゃんと活かしてるのもすごいね。とりあえずマーク2の方もとても楽しみです。で、次回はこっちのベルトの方を紹介するんで、よろしかったらこちらもご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。